ウィークリー声の架け橋ラジオお聞きの皆さんこんにちは秋の香りですさて8月に入り暑さ厳しい日が続いていますね水分補給はもちろんのこと マスクの着用も状況に合わせて行うなどして熱中症に気をつけてお過ごしくださいそれでは今週の放送内容をご紹介しましょう今週は区内のアンテナショップをご紹介しますウィークリー声の架け橋この番組は中央区の提供でラジオシティ中央 FM よりお送りいたします 改めましてこんにちは秋の香りです今週は区内のアンテナショップをご紹介します区内に数多くあるアンテナショップから果たして今回はどこのショップが登場するのでしょうかそれではインタビューをお聞きください皆さんこんにちはリポーターの新宮志保です今回は山形県のアンテナショップ 美味しい山形県といえば樹氷が広がる幻想的な蔵王の景色さらに松尾芭蕉が句を詠んだことで有名な山寺など四季折々の表情を見せてくれる自然の姿が思い浮かびますね。 そして同時に、お米のつや姫や米沢牛、日本一の生産量を誇るサクランボなど、食文化においても非常に魅力的な県となっています。そんな山形県の食の魅力がぎゅっと詰まったこのアンテナショップ、早速スタッフの方にお話を伺っていきたいと思います。さて、それではここから。 山形県東京事務所の菅原昭一さんにお話を伺っていきたいと思います菅原さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあまずオープンしたのはいつ頃になるんでしょうかはいオープンは平成21年4月30日で現在14年目となっています14年目 まあ、なぜこの銀座という場所に14年前にオープンしたのかそのきっかけもぜひ教えていただきたいんですけれども菅原さんの中で例えば銀座の印象であったりとかそういったところは何かかありますかまあここおいしい山形プラザのある銀座地区は、まあ、高級店が多いという印象がある一方で老若男女さまざまな方が訪れる街でもありますので。 この町で山形のご紹介を行うことの大切さを実感しています、うん、ちなみに菅原さんは山形のご出身ではい私は山形県の庄内地方、えー、日本海沿岸部に位置する坂田市の出身ですご出身地での思い出や自慢したいことは何かありますかはい坂、えー、田市は、えー、日本海と鳥海山の自然に恵まれています 小学校の社会科の授業でも取り上げられる庄内平野で育った良質なお米や鳥海山の伏流水で作られる日本酒が特産品です。NHK 朝の連続テレビ小説「おしん」のロケ地となった歴史的な建物三居倉庫や中細縮れ麺と魚介系スープが特徴の酒田のラーメンあと酒田港でつ揚げされる海の幸などを目当てに。 県内外から観光にお越しいただいておりますいや本当に山形のどういった場所かというのをご紹介いただいたところで、ここ、中央区とも山形県はつながりがあります。 ご存知の方も多いかと思いますが、山形県東根市と中央区は友好都市ということで、さまざまな交流イベントなども行われています。改めてこの東根市、どういった場所か、菅原さんからご紹介いただけますか、はい、東根市は山形県のほぼ中央に位置する人口約4万8000人、風光明媚で豊かな自然環境に恵まれた町です。 山形県を代表する果物にさくらんぼがありますが東根市は生産量日本一さくらんぼの王様佐藤錦の発祥の地ですまた桃やぶどうりんごラフランスいちごなどの生産も盛んな果樹王国です今キーワードが出ました まさに果樹王国東根というのが分かるように、真っ赤なさくらんぼが本当に有名な場所ですよね、そのほかにも東根市、現地にはどういった、えー、有名な場所であったり、観光地があるんですかさくらんぼの時期に、果、え、樹、ー、王国東根さくらんぼマラソン大会というイベントが開催されています。マラソン大会、はい これは陸上自衛隊、陣町駐屯地とその周辺を会場として開催されるマラソン大会でして、全国からランナーが参加し、ルビー色に輝くサクランボロードを駆け抜けます。そしてここ中央区では東根市の皆さんがやってきていただいて、以前までは、 さくらんぼの種飛ばし大会というものが中央区の各エリアで開催されていました。私も参加したことがあるんですが、美味しいさくらんぼ、まず身をいただいて、きれいに種だけを口の中に残し、目の前のグラウンドにプッと種を飛ばすんですけれども、 ても難しくて全然種ががなかった思い出がありますさあ菅原さんのご出身である山形県には本当に魅力がいっぱいだということを分かったんですけれどもここ銀座でもそんな山形の魅力がたっぷり味わえるお店が今日お邪魔しているおいしい山形プラザということでお店についても詳しく伺っていきたいと思いますがまずお店全体のご紹介をお願いしたいと思います。1階は はい、1階は特産品販売コーナーとなっておりますつや姫などのブランド米や毎日山形から直送している新鮮な野菜、果物をはじめとして絶品のお酒、麺類など旬の美味しい山形をたっぷり800品ほどご用意しております商品数800ほどあるということでこちらについては後ほど詳しく1階にお邪魔して伺おうと思いますそして2階には はい、2階は観光情報コーナーと、えー、レストラン山形三段出路がございますそれぞれご紹介いただきたいと思いますまず観光情報コーナーというとは、えー、山形にご関心のあるお客様にお越しいただきましてパンフレット等をご覧いただきながら観光の情報をお伝えしておりますそしてレストラン飲食エリアもあるんですねはい、えー、レストラン山形三段出路は 日本のみならず世界からも注目される鶴岡市の地産地消イタリアンアル・ケッチアーノ奥田シェフのお店です。 山形の旬食材を用い本格的なコース料理をご提供しております山形県のイメージアップと産業の活性化を目的に食を全面に出した店作りを行っています食を全面に出した店作りということですがこの後1階の販売フロアにお邪魔しておすすめの商品も伺いたいと思いますさあそれでは1階の 物販エリアにやってまいりました引き続き山形県東京事務所の菅原さんに商品のご紹介をここからいただきたいと思いますよろしくお願いします先ほどご紹介いただいたようにこちら1階は食料品を中心におよそ800点の品物がずらずらずらと並んでいるということです入り口にはまず店内に入る前に 山形県からこれ直送ですよねそうです野菜がたくさん並んでますねはい、毎日採れたての野菜が送られてきていますい本当にこれは新鮮なものが並んでいるのであのスーパー感覚で使えるのがこちらのお店の特徴かなと思いますそして入り口、扉をくぐるとまずは山形といえばはい、お米ですお米、中でも私も知っています つや姫の姿なんかもありますねそうですね県内各地で作られているつや姫あともう一つのブランド米であります雪赤丸こちらの方も販売しております、うん、それでは店内の方奥の方まで行ってみましょうお米に合うお漬物があったりお味噌があったりスモークのハムベーコンなどあるんですがここで 菅原さんのおすすめ商品一つ目をご紹介いただきます。こちらは、はい山形パインサイダーです。パインサイダー。はい缶に入ったイラストが書かれてあるものなんですけど、山形といえばパインなんですか山形ではパインは作ってはいないんですけれども、<laughs> はいえー、昔から山形県のご当地サイダーとして、えー、県内のスーパーなどで広く売られていた商品です。 この商品私見たことないですけど南国にあるパイナップルへの憧れから誕生って書いてありますがそうですね憧れたんでしょうね <laughs> 菅原さんもこれ現地で見たことありますかもちろん飲んだこともございます私よりももう少し上の世代の方々にとってはとても馴染み深いようなそういった飲み物となっておりますじゃあ山形の方に パインサイダー飲んだことありますかって聞くとあ、もちろんだよっていう方もしかしたら多いかもしれないということですねそうかもしれません山形の皆さんの青春の味山形パインサイダーまずご紹介いたしましたそしてさらに店内奥の方にやってきましたえジャムやゼリーなどまあ果汁王国ならではのそんな品物もあるわけなんですがここでずらっと並んでいるのが麺類はい。 様々取り揃えているんですけれども、まずは山形名物の冷たい肉そばというのがございますあの箱に入っていて、中にはどんなものがセットになっているんですかこちらは麺と特製のつゆ、あとは冷たい肉そばの特徴であります、親鳥の鶏肉ですね、<ー>こちらがセットになっております歯ごたえのある親鳥と、ちょっとタレは甘いのが特徴と。そうですねこれ つゆも冷やして食べるおそばも冷やして食べるということですかはいそうですこの鶏肉のまたお出汁なんかもいいんじゃないですかね夏にぴったりだと思いますさあそして 続いては、この店内奥の壁にずらっと並んでいるのがはいこちらは、えー、ワイン、日本酒、ビールなどのアルコール類の飲み物となっております山形県は、国産のワインも有名なんですねそうですね、県内各地にワイナリーがたくさんございます。本当に種類もたくさんありまして、そして皆さんもおなじみだと思います、日本酒、こちらも銘柄、かなりの種類、取り揃えてますね。はい 県内にには50以上の酒蔵が各所にございます中でも有名なもの、私たちも聞いたことあるなというものも、銘柄あるみたいですが。はい、えー、天童市にございます出羽桜、酒造の出羽桜ですとか、えー、酒田市にございます初孫ですね、えー、あるいは、えー、鶴岡市大山の富津というお酒など、さまざま取り扱いがございます。 山形の皆さん、こういったお酒も楽しまれるシーンは多いんですかそうですね。やはりこう県産酒を飲むという方がとても多いというような、えー、印象を持っております。県民の皆さんに愛されるというワインや地酒もたっぷりと用意されているということです。えー、ここまで1階の食料品を菅原さんにご紹介いただきました。本当に充実していて人気の理由が伺えるなというのが1階で 知ることができました。ありがとうございました。ありがとうございました。 さあそれでは2階の観光情報コーナーにやってきました。ご紹介いただいているように山形県内各地の観光スポットであったり地域のエリア情報などがここから発信されているということです。菅原さんにはここから山形県の魅力、そして訪れたらぜひ行ってほしいというスポットを聞いてみたいと思います。まずはどこから行きましょうか。 はいまずは四季の変化に富む山形県の自然美を感じられるスポットをご案内します最上地方の戸沢村で楽しめる最上川船下りはダイナミックな景観美を観光船でゆったりと楽しむことができます庄内地方の坂田市にある玉すだれの滝は幅5メートル落差63メートルを流れ落ちる県内随一の 植博です杉木立に囲まれ水泳に包まれる空間に心が洗われますへーということはこういった滝のエリアに行くとマイナス用もそうですけど夏の時期は涼しくていいかもしれないですねさあ続いてははいまた山形県は県内の全市町村に温泉が湧く温泉大国です中でも洋風木造の旅館が立ち並び大正ロマンの風情が漂う 小花沢市の銀山温泉など魅力多彩な湯巡りをお楽しみいただければと思いますさあ今ご紹介いただいた場所はもしかしたら皆さんも聞いたことがあるまた訪れたことがあるという場所だったかもしれません山形県にも意外と知られていないスポットがあるんじゃないかなと思って聞いてみたいんですが何かありますかはい、新たな魅力として 空気が日本一綺麗な山形県をご紹介します現在全国では PM2.5 の測定をおよそ800箇所で行っておりその測定値をもとに空気の綺麗な都道府県をランキングしたところ山形県は4年連続で1位となりました本当に空気も美味しい空気が日本一綺麗な山形県ということでちょっと深呼吸しに行きたくなりますね まそんな中で山形県ではこの夏の季節、イベントなども行われるということですので、ここから伺っていきたいと思います。はい。山形県内ではこれ以降も県内各所で祭りや花火大会などの様々なイベントが開催される予定です。8月20日には庄内地方の鶴岡市で全国花火50選にも選ばれている赤川花火大会が開催されます。 8月24日から26日の3日間は最上地方の新庄市で260年以上の歴史を持つ新庄祭りが開催されます。この祭りは平成28年に日本の山・鉾・屋台行事の一つとしてユネスコの無形文化遺産に登録されました。あと少し先にになりますが9月18日には 山形の食文化を代表する芋煮の一大イベント、日本一の芋煮会フェスティバルが山形市で開催されますあまだ季節はちょっと夏の暑い時期ですけれども、9月に入ると、芋煮会もあるんですねここ、おいしい山形プラザでも、この芋煮、いろいろと販売がこの時期はされるそうですが。芋、はい、芋煮に欠かかせない、えー、里芋ですとかネギ あるいはその他の材料が購入することができます実は私も芋煮の時期にこちらにお邪魔して芋煮セット一式を購入してお家で作ったことがあるんですが本当に体が温まる一品でハマってしまっています今年も楽しみたいなと思っていますそんな芋煮も現地で楽しめる日本一の芋煮会フェスティバル9月18日に開催予定となっているということです さてここまでおすすめの商品やお店についてなどいろいろとお話を伺ってきましたさあこれからここ銀座で今後どのようにショップを運営しどんな魅力をお伝えしていきたいですかはい。このアンテナショップは山形を知っていただく山形県産品を買っていただくそして山形にお越しいただくための首都圏との架け橋です今後も県産農産物や 特産品、旬の食材を使ったお食事など美味しい山形を PR しますます多くの皆様に美味しい山形プラザをご利用いただきたいと考えておりますこれからもここ銀座から山形県の魅力をたっぷりと伝えていってくださいお話を伺ったのは山形県東京事務所の菅原昭一さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました菅原さん インタビューにご協力いただきありがとうございました区内には数多くのアンテナショップがありますこの夏は行かずとも旅行気分が楽しめる区内のアンテナショップを巡ってみてはいかがでしょうか